ステップ4、量子力学による説明。さっきの述べた問題が、アインシュタインが1905年には解決しました。彼は、フランクの量子仮説を使って、光に合わせたんですね。そして、それが、まあ、電磁波なんですが、それが量子になるんでしょう。というのは、アインシュタインの提案だったんですね。 プランクの,の提案と,としては、と国体放射ににの問題に,についてなんですが、その国体のエネルギーレベルが、がえっと、エネルギーの,の値が、が、理算的になるんでしょう。とのは提案したんですけれども、アインシュタインがそれが、が光は同様ですと言ってたんですね。そして、アインシュタインの使ってた言葉は、ドイツ語の Leaked Quantum だったんですが、 英語ではフォトンになってるんですね。そして日本語では,ではと格子になってるんですね。で、その格子のエネルギーが H×ν になります。この ν が光の,の周波数なんですが、H がプランク定数になってるんですね。で、簡単にはこれをかけるとこういうふうになるんですね。そして、これが h バーオメガでも言えるんですが、h バーが2イ分の h になるんですね。けこの h バーはよく使います。微斯人力学では、えっと、結構出てくる記号ですね。そして、この、えっと、光電効果値についてなんですが、これが個子で,で計算するとどうなるんでしょう。そして、この 当たっている格子のエネルギーが Hν なんですけれども、あとは、その金属の中には、この W というのはそれが、えっと、work function で、これが仕事関数なんですが、これ以上になると、それが、電子が原子から離れるんでしょう。で、それが、それのミニマムなんですが、そして、 Hν はその W より以下になると、その電子は金属から離れないんですね。ですが、この光がエネルギーのレベルが高いなら、そのエネルギーレベルより上がるんですけれども、そうすると、放射線になるんですけれども、その電子が放射されるんですけれども、 そうすると、この Kmax イコール Hν-W になります。そして、この運動エネルギーなんですけれども、電子が光,子と光の衝動には,にはの依存なんですが、量子の予測と,としてはこういうふうになります。先のステップでは、と光点の予測は合いませんというのは。の 説明したんですけれども、今回には運動エネルギーが衝動に独立しているんですね。依存してないんですね。この Kmax はそれがエネルギーのその電子のエネルギーになるんですが、それが Hν-W になるんですね。で、衝動が上がってくると、放射される電子の数が増えるんですが、 それのエネルギーが変わりません。そして、これの量子の予測が,が実験室で観測,観測したことと,とは合うので、これが合ってますね。そして、第二の予測なんですけれども、光の値が始まると、とその電子が放射される時間なんですが、それが、まあ、 光程の場合にはそれが時間かかるとの予測だったんですけれども、量子の場合だったら、決まっているエネルギーの量子としては、それが決まっている量としては、それ瞬間的には転送するなんですが、そうすると、量子の予測と,と実験室の観測が合います。そして第三の予測なんですが、その出てくる 電子の依存なんですが、それが、えっと、光の周波数として、量子の観測としては、その光子、そのエネルギーの,の,の周波数なんですが、えっと、そのエネルギーが仕事関数より高くないと,と出てきません。そうすると、これの量子、 量子要素としては、それも,もう観測と一緒には合うんですね。そうすると、四つ目の要素なんですが、その光の周波数と電子の,の運動エネルギーがの依存なんですね。そうすると、光子の,の周波数が,が高くなると、光子のエネルギーも,も高くなるんですが、そして、出す、出す。 電子のエネルギーも高くなりますね。そしてこれも、量子の予測と実験室の観測が合うんですね。そしてそれが、ボーナスとしては5つ目の予測なんですが、その関係が線形的になるんですね。そしてそれが、マックスマムのケネティックエネルギーなんですが、その運動エネルギーが 周波数というのはこのぐらいの簡単な数式になるんですね。そして、金属によるなんですけれども、金属の種類によって、その仕事関数が変わりますから、これが、横軸が周波数なんですが、縦軸がその Kmax、運動エネルギーの Max なんですが、この簡単にはこの線形になるんですね。 そうすると、まあ、これが要測なんですが、ミルケンが1914年にはこれが確認しました。そして、これが、量子的なの解説なんですよね。そうすると、この光電効果がと量子の仮説としては説明できますが、その光点よりこれが,が合ってますので、これが正しいのではないんですか、と考えられるでしょう。